はい、どうもカードショップの店の山本です。はい、昨日ね出品しましたセオルくじ、無事完売しまして、2時間ぐらいで完売したのかな。結構スムーズにね、お買い上げいただいたみたいでありがとうございます。まあちょっとね、今この動画撮ってる時まだ1人だけその支払いの処理済んでないんで、実質まあ今9個売れてて、まああと1個支払い待ちっていう状態なんですけど、まあ多分ずれて明日とかでもそこら辺は進んでいくと思いますので、まあ、一旦とりあえず完売ということでね。でも、前みたいに、こう、梱包作業やっていこうと思うんですけども、で、ちょっとね、お詫びというか、あれなんですけど、この当たりのパックに、なんだ、セオルとか、セラテンとか入ってて、まあ、これを開けていって中に何か入ってるっていう感じになる予定だったんですけど、うっかりしてましてね、セラテンと渋さんのドラゴン、ヒストリープロも、そのなんか、透明のビニールがついてるんですね。で、これを折りたたまないと同じような感じでパックできないことに気づきまして。ただこれ折りたたむとなんか折れ目が変につきそうで、まあもともとちょっと折れ目ついてるやつとかもあったんですけど、初期の段階でね。あったんですけど、まあ、極力いい状態でお届けしたいなということで、ちょっとね、今回段ボール、箱開けた時点でちょっと、プロムかシェオルかっていうのが分かってしまうんですけど、ちょっとこういう感じで、はい、袋を大きくして中にプロムのカードを入れるような形にしてます。だからセラテン、ノーマルが2つと、渋さんとセラテンのホイール。まあ、ちょっとどれがどれかはもうわかんないですけど。はい。ちょっとこんな感じに、はい、させていただいてます。それだけだとすいません。申し訳ない。ご了承ください。少しでもね、いい状態の方が、やはりいいと思いますんで。さあ、それじゃあね、パックしていきましょうか。まあ、こっからはね、すごく地味な映像になります。ひたすらね、梱包作業をしていくという。まあ現在、午前1時18分なんですけど、明日というかもう今日か。朝からゴルフなんで早く寝たいんですけど。ただこの発送の作業だけはね、極力早くやって、明日中には出荷したいなと思いますんでね。準備しやっていきたいところですね。これね、前回の最後の箱から、なんかこのね、締まりがすっげえ悪いんですよ。なんでやろ。ほら、抜けるんですよ。なんでや。わかんない。困ったなぁ。なんでだ？このビニールをね、切っていって。相変わらずね、作業スペースが狭くてやりにくい。そしてなんか、ハサミがね、切れなくなってきてて、ね、非常に切りにくいね。
まあ、黙々と作業させていただきながらちょっと雑談したいなと思うんですけど、作業中はほんとね、カニ食ってる時みたいに、これほんとだるいな、なんでこんなに飽きやすくなったんだろう。これすっげえやりにくい。テープで止めてしまえばいいんですけど、というかこれ今日はあれだね、手袋をつけながらだとやりにくいな。あ、もう梱包してるんで手袋いらないですけどね。そうか、どっちにしてもここでテープでね、止めるときに手袋使えんから。そう、テープ止めのときね、この手袋は使えないんですよね。ちょっと手袋外しまーす。さあ、今回ね、ちょっと連続の完売だったんですけど、どちらも完売。ということで、本当ありがとうございます。またね、次も、なんか、やっていけたらなと思うんですけど、まあ、ただね、兄弟戦争、多分今のところですけど、買わないと思うんですね。紙は。アリーナでは、もちろん買っていきますけど。なんだろう、あの兄弟戦争、多分ね、もう、もし、スタンやってる方であれば、もうシングルで買った方が、安くつくんじゃないかなと思いますね。結構あれは爆死すると思う。ボックス買って後取ろうと思うと。それぐらいかなりの塩だと思うんですよ。なんかタイトルは人気ありそうな感じなんですけど、内容がかなり塩。特にね、あの、ボックス今値上がりしたじゃないですか。内容がよっぽどね、良くないと、あの、シングルに負けますね、シングルの購入に。まだ事前情報がちらっとしか見てないですけど、多分そんなに高額なカードとかもないんですよね。あの、前のフォローとか、ソリンとか。例えばシェオルとか、あとヒストリープロモみたいなやつもないですし、多分そうなるとね、一発もないし、で、なんだろう、シンプルに、通常でまあシェオルみたいな高いカードっていうのもないですし、かなりの塩なんじゃないかなとは個人的に思ってます。フォートンレルムでしたっけ？食肉あったセット。あれぐらいきついんじゃないかなとは思いますね。まあ、アドが全てではないとは言え、ちょっと個人的に厳しいなっていう。あの団結のドミナリアはね、あのヒストリープロモがかなり強かったんで、あとシェオルとかもいましたし、なんだかんだあのレアで高額カードとかもあったんですね、力戦とかね。そういうのがあると、だから神話じゃなくてあのレアで高額カードがね、複数あると、割とまだ勝ちやすいかな。まああとそれプラス、あのトップレアが高いっていうね。まああとはやっぱおまけかな。プロモパック。そこら辺が
充実してないと今のボックスの価格はほんとね、シングルでよかったやつなる。まあそういう人が増えると今度はシングルの価格が高くなってくるんでしょうけどね。まあ、でもシングルの価格が高くなってきたらまた今度ボックスでアドが取りやすくなるっていう。でもアドが取りやすくなると買う人が増えるんでシングルが安くなるっていう。難しいところだね。でもなんかユーザーの人なのかな、なんかツイッターでスタンする人が少ないんだけどなんでだろうみたいな質問されてましたけど、あれもともとでもアリーナもそうですけどスタンから他にプレイヤー流すことしてるような感じしてたんですけどね、あれは違ったのかな。なんかスタンのパックに統率者のカード入れたり、あれは統率者やってもらおうっていうあれだと思うんですけど、で統率者に人が流れて、でスタンが減ってるっていう。そらそうやろと思うんですけど、スタン減らさずに統率者増やしたかったのかな。まあ、ただね、ほんとスタンの普通のパックにね、統率者のカードとか入れるのマジでやめてほしいね、あれ。僕今なんかね、画面が放送事故みたいになってるけど、プチプチですよ、プチプチ。プチプチただ重なってるだけ。そうそう、そのセットブースターとかにね、統率者カードとか入れるのほんとやめてほしい。まあめちゃくちゃきつく言うとね、マジでゴミ入ってるのと変わらないんだ。マジで。まずね、統率者のカード、あれ、確かあれですよね。デッキに1枚しか使えないんですよね。もうその時点で金額としてはもう安いんですよ。統率者やってなかったら、もうシングルとして売るぐらいしか使い道がなくて、でも、そもそも絶対に価格としては安いんですよ。中にはね、ちょっと値段つくやつあるかもしれないですけど、もうほぼほぼ値段つかない。統率者のカードは。神話とかでも関係なく。そもそもやってなかったら本当使い道ないからね。それに一枠潰されるっていうのはほんま地獄やで、あれほんまに。スタンの中にあれ混ぜんのもほんとやめてほしい。何のために混ぜてんのかもわからん。あれはね、ほんとダメだと思う。あとは、なんかイラスト違いとかもあんまり良くないかもしれんね。そのなんか、ボーダレスとか、拡張とか。なんかね、すごく、たまにピンポイントでやるとかだったら、いいかなと思うんですけど、もうそれがね、当たり前のようにあると、もうそもそもそれに価値がないんですよね。多分それをすることによって製造コストで絶対上がると思うんですよ。そんなところで製造コストを回すぐらいだったらもうちょっとパックの値段下げるとかさ、やった方が全然売れるんじゃないかなと思うんですけどね。しかもなんかね、絵違い、イラスト違いって結構なんだかんだ普通のイラストより安くなるケースってあるじゃないですか。まあ、もしくは同じ金額とか。その時点でなんか微妙なんですよ。もうその時点で価値が認められてないってことなんですよね。一般的に。なんだったらデッキでイラスト揃えたい人からするともうめんどくさいとしか思わないですよね。自分でパック開けて、3枚普通のイラストで1枚なんかそのイラスト違い当たったりすると、結局そのイラスト違いシングルに出して、あと1枚普通のやつ買わんとダメみたいなね。そんなになったりするし。あとイラスト見た時に何のカードかが識別できないですよね。紙で多分やってる時とかも。アリーナでもたまにあるんですけど、これ何のカードだったんだなって。昔ってもうほんと極楽鳥できたら極楽鳥じゃないですか。まあイラストっていう。そっちの方がね、ゲームスムーズにいくんじゃないかなと思う。
あんまり増やしすぎるともう何でもかんでもね、あの絵違い作っちゃってるんで、もうわかんないんですよね。イラストで判断がつかなくなってきてる。あれはね、ほんとダメだと思う。いちいちあのカードの能力なんか読まないですからね、ゲームやってる時は。イラストで大体判断すると思うんで、そこら辺はでもちょっと改善点じゃないかなと。ほんとた、あの、イラストレーターさん有名な方でコラボしたとかじゃない限り、なかなかそのイラスト違いが通常版より金額が跳ね上がるってことはないですから、だからそこら辺に価値のないことにコスト回すのは本当無駄だと思う。それだったら本当パックの値段を下げてほしい。もちろんあの天野リリアナみたいにああいう特別なコラボとかね、あのやっていくっていうのはいいと思うんですよ。それ以外は別にイラスト違い作らんでもいいんじゃないかなと思ってて、じゃないとなんか特別感がね薄れるというかね。いや多分ね、昔本当ホイールが出たての頃とかに比べたらホイールカードとかも、ね、価値が結構下がってる感覚ですね、感じがありますね。昔ってホイールってめちゃめちゃ価値あったような気がする。もう光ってるだけで。それぐらいなんか、封入率というかあんま出なかったんで。今ってめちゃめちゃホイール手に入るからな。これがなんで入らん？やっぱその価値がね、あのユーザーが見出してるかどうかっていうのはもうちょっとね見た方がいいんじゃないかなと。ユーザーが価値を見出してないところにコストかけるのはもう本当に無駄やと思う。もうそれはいろんなショップのシングル価格見たらわかると思うよ。ユーザーが価値あると見てるやつってのはもう金額高くなってますからね、シングル価格とかで。それが高くないってことはもうそもそも価値を見出されてないってことなんでね。まあ、そこは無駄と。で、やめた方がいいんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、あとはどこに力入れるかちゃんと決めた方がいいんじゃないかなと。アリーナやっててもなんかスタンが標準になってないですね、デッキ作るときとかでも。あれがわからん。それをやっといてスタン遊んでくれんって、それは遊ばんやろ。どんどんさ遊びにくくしといて、何がしたいんだ本当に。あ、もうスタン押しでいくんだったらもっとなんかスタン遊びやすいようにアリーナも整えて、スタンのパックにはもう入れないとかね、統率者のカードとかを。まあ、リストぐらいだったらいいかなと思いますけど、あれはあれで面白いですね。で、まあ、リストはまたあの、パック購入でアド取る一つのね、要因になりますしね。もうちょっと高額カードあってもいいかな。思い切ってほんとね、もうパワーナインそこにぶち込んでくれても、倉庫から見つけてきてね、リストに入れときますわ、みたいな。アルファ1万ボックスぐらい倉庫に眠ってるんで、アルファのカード混ぜていきますわ。リストですらない。本物のアルファを混ぜるっていう。もう大問題にならんやろうけど。パックしていくよ。なんか部屋がめっちゃ乾燥してきた。そろそろあれだね、加湿器とかが必要な
時期になってきたんじゃないですか。結構ね、喉が弱いんでね、冬場になると加湿器が欲しくなる。毎年新しいの買ってるんだけど、今年もまた買いに行かんとダメだな。まあ、ただこのカードを置いてる部屋ではもう加湿器は炊きたくないんだよね。寝室とかでは炊きたいけど。プロのやつマジでどうやって入れよう。パック自体が大きくなるから結構パックしにくいな。これちょっと最後に考えます。しかしまたもうすぐアーリーアクセスも始まるんで、兄弟戦争もね、新環境楽しみですね。まだフルスポほぼ見てない。最初の方ツイッターでなんかウルザとか流れてきたのちょっと返信するっていうの見たぐらいで、ほとんどカードがわかんないんですけど、ちょっとどっかでね確認したいですね。あれ、アーリーアクセスってなんか今後もうやりませんみたいな、前回か前々回ぐらい言ってたような気するんだけど、すぐに復活したね。さすがにこの10個もなかなか多いよ。今何時？やばいな、明日朝結構早いからそろそろ寝たいんだけど、でもこれやりきって寝たいな。これだけはやりきりたい。そして明日の動画が、まあ、これアップされてるその日の動画ですけど、一本しか作ってないんで、これが多分6時の動画になるんじゃないかな。こんなただ梱包してるだけのあれですけど、もうでもあれだね、なんだかんだ毎日投稿が2年半ぐらいか、結構長いこと続いてますね。まあ、道中コロナになったりいろいろあったけど、なんだかんだ毎日投稿続いてんね。しかも1日1本の時もあるけど、2本とか多い時4本とかねアップしてたんで、めちゃめちゃ投稿動画数がね増えて、定期的に結構ごそっとね2、300消したりするんですけど、今まで本当にもう500以上消してるんじゃないかな。結構もうその再生回数少ないやつをね、ちょっと消すようにしてるんですけど。それでも結構な数残ってるんじゃないかな。
それで今やっと折り返し。全然このプチプチの数が足りてないわ。多分。やばいなぁ。多分どっかにまだ在庫はあったと思うけど。あれだ、なんか引っかかってる。え、何が引っかかってる。これで通常版は全部終わりましたね。あとはヒストリープロも。どうやってこの箱に綺麗に曲がらんように収めるかですね。まあとりあえず置いてみて考えようかな。なんかうまいこと押さえつけれるんであれば。押さえつけれるんだったらいいんですけど。まして今回のロットこの段ボールのやつ、すげえ組み立てにくいわ。前回の途中からロットが変わったんですけど、前のやつの方が組み立てやすかったな。すごくね、ばらけるんですよね、これ。どうやって入れていこうか。で、端を先に入れた方がいいような気してきたな。多分ね、トゲが刺さってんだろう。トゲというか、このパックの角の尖った部分がね、プチプチに刺さって動い、なんかずれてる気がする。で、こうなって、プロモ先置きゃいいか。プロモ先置いて、その上に押さえつければいけそうですね。あ、これでいけるな。はい。
こんな感じでいきます。で最後ちょっと横にずれないようにだけしとけば多分綺麗にいくんじゃないかな。さあ箱を開けた段階でちょっとねシェオルかどうかが分かってしまいますけど、だからどういうことだ、箱を開けてプロモでなければシェオルの確率が6分の5になるのか、そこでほぼ分かってしまいますね。セラの模範が1枚あるんで、あとそれ以外が全部プロモですからね。プロモの場合は2分の1か、ノーマルセラの天使が負けなんで、だからまあ開けた段階では勝ち負けまでは分かんないってことですね。セラの天使のホイールか、渋さんのドラゴンの9枠ホイールが出れば勝ちなんで、少しずつね終わってきました。あと4パック、あと4パック。から言ってもなんかうまく入らんの。でトロモを置いて上から押さえると、いいかなって。あと2つ、ゴールが見えてきた。さあここですげえ悲しいのがプチプチが足らない。どっかにあったんだけど、あるよ。
そう、この間スリーブ買いに行った時に一緒にプチプチも買っといたんだ。本当ね、もっと広い作業スペースが欲しいよ。まあ、あと1個もうかなり深夜のテンションでどん底ですけど、なんとか寝落ちする前にやりきれそうですね。開いとるよ。
よし、オッケー。はい。ちょっと全部終わりました。疲れた。はい。まあそんな感じで、ただ、シェオルクジの梱包をするというだけの動画だったんですけど、まあこの後ね、また発送しに行きますんで、この動画出てる11月10日10ぐらいには発送できると思います。まあおそらく、ゴルフ帰ってきてなんで、夕方か夜かぐらいに、はい、発送しに行くと思います。また到着までね、しばらくお待ちください。はい、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また多分次もお得なくじやると思うんで、よろしくお願いします。バイバイ。